ところでさ、君は夢に愛し恋しについてどう思う？あ、それがクリスマスと何の関係があるっていうのかい？関係があろうがなかろうが、最近気になってしょうがないんだよ。だって今ここはクリスマスのパーティー会場なんだよ。漫才師の話なんかしたくないよ。それがたとえ糸恋師匠の話だとしてもだよ。そういうことじゃなくてさ、僕だって時をわきまえてるつもりだからね。牛の飼い尿がビーフだとか、羊の飼い尿がマトンだとか、鶏と卵の再会の話はしたくないさ。じゃあ何だって言うんだい。その後、結局彼に TPO などなく、夢路愛し君恋しの漫才がいかに素晴らしいかを散々僕に聞かせてから、夢路恋し君恋し、夢路愛し君恋しという言葉が涙が出るほど美しいとは思わないか。僕は前々から感じているんだよ、と言った。そしてそれを発声してみてはどうだろう、と言い、周りの目も気にせずに演じ始めた。こんな具合に、夢路愛し君恋し。
ルのてっぺんの見えない塔に登り始め、1時間くらいの頃はまだ地上の景色がよく見えて怖かった。